それじゃあこの牢屋から脱出しよう。とりあえず早く肩はめてあげたいよね。かわいそう、痛々しい。あー、そこはまだいけないね、りんちゃん。他になんか調べられるものあったりするのかな。ないよな、多分鍵だけ調べろって感じだよね、これ。じゃあ鍵調べよう。ほい、鍵。はい。あ、鍵が。死体はあまり見ないようにして。手を伸ばせば。痛い、辛い。エイミーさん、肩はめてくんねえかな。大丈夫？寝られました。エイミーさん、気づかなかったんでしょうか。エイミーさんは向こうへ行きましたね。私も行ってみましょう。大丈夫？なんかあの人やばそうだったけど。とりあえず先へ進んでみよう。オッケー。無事？あれ？またなんか落ちてる。何これ？あれ？ここにも鍵が落ちてます。なんか宝箱の絵が描かれていますね。何かの役に立つかもしれませんし、持っていきましょう。宝の鍵なんじゃね？それ。一回戻ってみる？戻れなかったわ。残念。これ多分パンドラたちが欲しがってるんじゃない？あ、それこそこれ心臓のありかなんじゃない？あれ？ここはさっきアルネが。道的にこっちで合っていると思うのですが。これはアルネ様の血でとか言ってるんじゃない？喜んでないかな？これは道ができてますが、血、これは血です。こんなことをするのはアルネ様しかいません。やっぱりこっちで合ってるみたいですね。多分この血の上を歩けばいいんですよね。行こうか。今これでやっとさ、リンちゃんはさ、なんつんだろう。ここ、ちょ、おい。待て待て、暴れてるからね。あれは確かエミさんが操っていた。何でしょう、すごく狙われている気がするのですが。そうだよ、早く逃げよう。ゆっくり行くから、よくわかりませんが逃げましょう。待て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 。おい、あいつ何でもありかよ。おいおいおい、トラップトラップ。おい、近道してくる。よし、間に合った。危な。今ちょっと語ってる最中だったのに。なんかいる。なんかいるぞ。なんかニクラスと、なんだっけ。エリーゼだ。エリーゼがいる。もう追いかけては来ないようですね。走ると肩が痛みますね。どうすんのこれ。なんかタイミングで避けろゲーム始まってんだけど。これは一体、人狼のゾンビが壁に頭を打ちつけています。黒い。お、リリリリンお嬢様、こちらでも何で読めばいいのそれ。こちらでございます。合ってたん読み方。ヘリーゼ。大丈夫、声に反応しない？なんかゾンビって音に反応するイメージ。二人ともどうしてここに。リンお嬢様を助けに来たのでござりまする。その方はどうなさったのでごじゃるか？牢屋を抜け出すときにちょっと。ああ、今応急処置を。大丈夫です。我慢できますから、本当に。あのニクラスさんはどうしてここに？すっかり警戒されているようですね。まあ仕方ありませんが。オークションでは競い合いましたが、それが終わった今は敵対する気持ちなどありません。エリーゼと同じく、あなたを助ける手伝いができればと思いまして。そうですか。ありがとうございます。お、切り替え早い。驚きました。ホテルにいた時とは見違えるようです。あの時はついつい手を差し伸べたくなるような、そういう頼りない雰囲気でしたが、今のリンさんからは強い意志を感じます。そして案の定、助けなど必要なかったようですね。開き直っただけのような気もしますけどね。自身のおかげだね。でも今ならニクラスさんから心臓を奪い取れるような気もします。それはちょっと、冗談ですよ。今は、ほら、やっぱり取る気まんま。それよりもあれは何ですか？エイミーさんが操っていた死体ですよね。そのようですが、急に現れたかと思ったら、あのように暴れ出しまして。幸い私たちに危害は加えないようですが、あまりにも様子がおかしいので、ここに隠れていたというわけです。あからさまに怖いもんな。エイミーさんに何かあったのでしょうか？ところでなぜ二人はこの階にいるんですか？この階には宝物庫があるみたいなので、パンドラと二人で探していたんです。宝物庫？見に行こうか。鍵持ってるしね。なるほど。ニクラさんたちが、誰やニクラって。ニクラスさんたちが進んだ通路の先は、入り組んでいて宝物庫は見つからなかったわけですね。隅々まで探してはいないのですが、その途中でこの状況になってしまい、パンドラともはぐれてしまったというわけです。この階に宝物庫が、そこならもしかして、ナハちゃんの心臓も取り返せるかも。リンさん、危険ですからこのままここで。じゃあ行ってきますね、早い切り替えが。え？危険ですよ。今はここで落ち着くのを待ちましょう。私が行きたいから勝手に行くんです。だから気にせずに、二人はここにいてください。さすがリンお嬢様でござりまする。まあな、くれぐれもお気をつけくださいませです。エリーゼ？ニクラス様、
こうなった凛お嬢様は止められないでございまする。長年仕えた私がそういうのでございますから、ニクラス様も諦めてくださいませ。そういうわけですので、私のことは気にしないでください。ですが、あ、エリーゼに傷一つでもつけたら許しませんよ。勝手に転んだ時は別ですが。あ、はい。もう全く全然関係ないけど、まだエリーゼはその大人な下着つけてるのかな、気になるよね。あ、そんな気にしちゃダメか。え、この先に宝物庫があるんですね。死体と壁の間で潰されたりしたらひとたまりもありません。慎重に行きましょう。分かった。こっち向かないんだよね。向かないならそんな難しくないけど。ほら、すんなり。べえ、なんでなんで、絶対嘘。今ちゃんとかわしてたもん。っていう夢落ちでしょ。ぐちゃっと潰されかねません。慎重に行かなくては。なんで今。向いてたからかな。話しかけたのが悪かったのかな。こっち、はあ、はあ、なんていうタイミングで。一人首曲がってるし。こちら合ってたのかな。さっきの白い狼の方も行きたかったんだけど。あ、こっちだな。待てよ。ダン。ダン。はい、今。うーい、うまーい。こっちは何かある？ないね。行こうか。なに、パンドラこん中いんの？ここでしょうか。確かに鍵がかかっていますが。開いた。やっぱり拾った鍵で開きました。めっちゃあんじゃん、宝。これは。おお、ナハツエラー復活だ。吸血鬼の心臓です。なるほど、こんな感触なんですね。ふむふむ、あまり匂いはしませんね。もうこれ、ナハツエラー起きた時嫌がってるんじゃない？おめえ、俺の匂い嗅いだだろうって言いそう。中でまだ動いています。ああ、一体どういう仕組みなんでしょうか。ナハツエラーかわいそう。なんだなんだなんだ。実際に手にしてみなければわからないこの重量感、そして質感。ああ、私は今、本物の吸血鬼の心臓に触れているんだという現実に心を震わせています。中で鼓動している様子や、ああ、なんて読むんだ、リンちゃんがかぶって見えない。なお少しだけグロい気がしますが、大したことではありません。この心臓が吸血鬼の核となるものであり、不死。なんだ、不死の能力を隠されているのかと思うとワクワクが止まりません。あー、リンちゃん被ってる。あんならとならばこっそり持ち帰っていろいろと調べてみたいところですが、やりますか？やっちゃいますか？幸い誰、今なら違うな。幸いなら誰も目撃者はいないわけですし、見つけることができない可能性だって。はっ、すみません、アルネ様すみません。でも全然考えてませんから、これはアルネ様の心臓ですけど、でもこれぐらいアーモアと被ってる読めない。頑張って読み切ってよ。こういうの楽しいね、アルネの事件簿。好き。前もあったよね、このパターン。お、アルネだ。アルネ視点に変わった。なんかこれ、赤ずきんのステンドグラス？ずいぶんとまあ、悪趣味な部屋だな。誰が作ったん？もうちょい可愛く作れたろ。私様が許可を出さないと、城にすら入れなかった分際で、第一声がそれですの。この華麗さが理解できないとは、あなた様もかわいそうですわね。到底理解できるとは思えんな。所詮あなた様はその程度ということですわ。それにしてもここへは心臓を得てから来ると思っていましたので、ちょっと意外ですわね。それは我の役目ではないからな。ああ、もうあるね。もう言葉足らずなんだから、本当に。凛ちゃんすごい泣いてたんだからな。ほん、まあいいでしょう。バトルするかな。あら、もうなんか着座しちゃって、かわいい。なんかいる。なんかすごい肖像があるんだけど、かわいいけどさ。私様は常々思っていましたの。なんて私様は華麗なのでしょうと。ですがその華麗さゆえに少々盛りたな、なんだって物足りなさを感じていたのですわ。華麗なる私様は何をしてもうまくいってしまう。なのであなた様のような素敵なダンスパートナーを待っていましたの。我にも相手を選ぶ権利はあろう。貴様程度では釣り合わぬ。失礼ですわね。せっかく私様が褒めて差し上げたというのに。前言撤回いたします。やはりあなた様は華麗なる私様にふさわしくありませんわ。ジシェ、起きた。はいはい。あの方様と何やら企んでいたようですが、あなた様の出番はありませんわ。オッケーオッケー、それはそれで面白いから全然構わないよ。バトル？それでは。え、怪力だな本当に。なんだ。怪盗赤ずきん、満月の下で華麗に回ってみせますわ。だよね、これ多分バトル。あれ、これ BGM。 いいの弾いてんじゃん。おお、姫様ぶっ殺せ。お、野獣馬、過激だな。我ら人狼族の恐ろしさを見せつけてやれ。もちろんですわ、あなた様たち。何があろうと手出しは無用ですわ。それとどうせならもっと華麗で上品な声援を送ってくださいませ。そうだよ、ちょっとヤジに近かったよね。もうダメ、変わらない。うおー、殺せ殺せ。
ずいぶんと野蛮な同族だな。あなた様には関係ありませんの。さあ、手始めにあなた様には一人で踊ってもらいますわ。ああ、心臓が一個しかない。画面に表示される方向キーを押して赤ずきんの銃弾をかわしましょう。銃弾、銃使ってくるの。え、あ、上、あ、かわした。左。お、かっこいい今の移動の仕方。お、華麗だね。ふん、いくら銀の銃弾とはいえ当たらなければ意味がないぞ。だったら当たればよろしいのでは。私様だって結構痛い思いをしながら銃弾を込めてるんですのよ。そんなこと知るか。下、危ねえ危ねえ。上、中、やばいよ、早くなってきた。おお、いきなり近づいた。パーフェクト。痛がってる赤ずきんがめっちゃ可愛かった。どうした、見惚れているだけではつまらぬだろう。あいにくもう玉切れですわ。ですので、お、今度分身。ここから私様が直接ダンスの指導をさして、間違えて、して差し上げますわ。今の力はあるね。気を抜かない方がいいよ。赤ずきんは銃を使わない方が強いんだから。人狼の身体能力であれば当然だとは思うが、ではなぜわざわざ銃を使っていたんだ。それがさ、何、ちょっとかっこいいな。腰につけてるのそれだったんだ。アパッチリボルバー、ナックル、ダガー、銃が一つになった。私様にふさわしい華麗な武器だとは思いません。かっこいいとは思う。ものすごく使いづらいですが、それはまた華麗で素敵ですわ。中二病が入ってるって感じかな。でもそのセンス好きです、好きです、嫌いじゃないです。本当にびっくりするほど使いこなせてないんだよね。銃器を、間違えた、武器を使って弱くなるとはバカなのか。だから僕がパートナーなんだよ、あるね。なるほど、怪盗赤ずきんの頭脳はお前だったのか、自身。それは違いますわ、私様一人でも十分ですもの。ジシェはちょっと私様にアドバイスをしてくれていますのね。んー、じゃあちょっとじゃなくてだいぶアドバイスしてくれてんだね。うんうん、そういうこと、そういうこと、優しいジシェ。とはいえ確かに貴様はそれをナックルとして使用した方が向いていそうだな。さあ第2幕いきますわよ。それナックルさ、振りすぎて銃ポロって取れたりしない？なんか結構危ういつけ方だったけど。うわー、なこれ、怪盗赤ずきんの本体を華麗にタッチしよう。ブレているのは残像だ。なあ、なるほどね。タッチ、あ、ちょ、そういうこと？待って待って、ブレてない方、これ、あ、次は、あ、これ左、あ、余裕だね、かわいいな。それではこのようなダンスはいかが？なんだ？犬？ワンコ？なんだ？え、食らったけど、あ、避けろってこと？足が遅い、足遅いよ。あ、びっくりしたびっくりした。なんかすごい足が遅いんだけど。逃げて逃げて逃げて、あるね、痛い痛い。揺れてる間すごい足が遅い。やめてやめて、肉弾戦やめて。あ、こっち。あー、やばいやばい、ごめんなさい。あー、右。なかなかやりますわね。ですがまだまだですわ。これそろそろマウス操作か。マウス操作じゃねえ、キーボードに変えろ。全力疾走。あぶねえ、あぶねえ、あぶねえ、やばい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 、危ないって。おお、危ねえよあいつ。はい、危ないってば。もう、お、なんか攻略したっぽい。ちょっとキーボードのカーソル邪魔。キーボードじゃねえ、マウスのカーソルだ。まさかここまでやるとは正直予想外だ。褒めてやろう。パーフェクトだ。あ、息切れしてるよ。だがそれもここまでだ。永久の眠りにつくがいい。なんかあんまり強くなかったね、赤ずきん。それは私様のセリフですわ。何？あなた様、余裕ぶっこいていらっしゃいますけれど、随分とお疲れのようですわね。今の私様を褒めてくださるようでは、程度が知れますわ。ふん、今さら何を。あれ、人狼化する？え、何？おい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 、泣いてるぞ、なんか。かわいい。どういうことこれ、パワーアップしてる、満月モードとか。姫様姫様、喜んでくださいませ。この私様のさらに華麗なる姿を見られることを。姫様姫様、そして私様が決してかなわぬ存在であると知り絶望なさい。心臓早く持ってこなきゃじゃん、凛ちゃん。どうなんの、でっかくはなってないけど可愛くなったっぽい。あら、かわいい、そのフードかわいい。何これ、赤ずきんがかわいくてしょうがないんだけど。さあ、私様の最高に華麗なる姿を目に焼き付けたまま死んでくださいませ。ち、まさかこれほどの力を隠していたとは。あるねあるね、こんな時に。なんだ、自身、赤ずきんの本当の武器ってさ、自分の爪なんだよね。それがどうした。だから
さっき戦っていた時も武器のせいで本来の力が出てなかったりするよ。多分本人は気づいてなかったんだろうけどね。もっと強いってこと？残りの血液も少ない。正直厄介だ。ふふふ、頑張ってね。リンちゃん急げ。今向かってきてると思うから。お話は終わったようですわね。それでは満月のもとラストダンスと参りましょう。やばくね？勝ち目あるんこれ。ああ、リンちゃんに変わった。急いで持ってこ。リンちゃんが心臓研究してる間にあるね。大ピンチだよ。今私は本物の吸血鬼の心臓を手にしている。はっ、これは危険です。いくらでも感動に浸っていられます。リンちゃんだけ肩の痛みを忘れさせてしまうとは。すごいね、吸血鬼の心臓、恐ろしい。あとはこれをアルネ様に持っていけば。誰だ？それは渡してもらおうかな。パンドラか？やっぱり。もうダメだってあんた。無理無理。パンドラさん。そう、この僕が。うわー、出た。懐かしいね。そういう挨拶してたね。プアーうーわドゥーうらー。もっと、もう家引っ越したから近所迷惑も気にする必要ないわ。存分に叫べる。って知ってるよね。さあ、リンちゃん、その心臓を僕にちょうだい。どうしてですか？どうして？そんなの決まってるよ。高く売れるからに決まってるじゃん。てか、すごくない？この部屋。どれもこれもお宝だらけじゃん。ふふ。これだけの品をオークションにかければ、一体どれだけ儲かるかな？リンちゃんもそう思わない？そんな、お金なんて。お金なんて？いや、銃撃ってきたよ、この人。いや、何言ってんの？金が全てじゃん。分かってないな、リンちゃんは。金は力だよ、力。金さえあれば何でも買えるんだ。地位も名誉も国すら、それに人の心だって簡単にね。僕はもっともっとお金が欲しい。まだまだ足りないんだよ。まだ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 。勝てないよ。エイミーさん来るかな？人狼だってそうだよ。奴らも金が好きみたいだね。人狼も？これまで何度も人狼の男どもが僕のオークションに盗品を売りに来ているからね。結託しているんだ。そんなこと怪盗赤ずきんさんは一言も知らないんじゃないの？バカそうだし。うわー、つらー、利用されてるんだ。赤ずきんは自分のやりたいことを自分でやってるって思い込んでるだけであって、本当は利用されてるってことでしょう。最悪じゃんこれも。でもさ、人狼なんかに大切なお金を渡すなんてバカバカしいよね。だから僕が全部もらってあげようと思ってさ。だからさ、リンちゃん、その心臓も僕にちょうだいよ。ダメです、これはアルネ様のものです。それなら気にしないでいいよ。どうせノインテーターは怪盗赤ずきんに殺される。心臓は一つのノインテーターでは怪盗赤ずきんにはかなわないよ。だからそれをさ、僕に渡しなよ。死にたくないでしょ。僕だってリンちゃんを殺したくはないよ。それともノインテーターが助けに来てくれるなんてバカなことを考えてるのかな。アルネ様、なんだこれ。心臓渡すアルネを信じる。自分を信じる。自分を信じるでしょ。ここはアルネ様は助けになんて来ませんよ。エイミーさんが言う通り、これまでは運が良かっただけです。私を助けることがたまたまお互いの利となっていたんです。ですが今は違います。私が助けられたら困るんですよ。だって助けられたらお礼にこの心臓を渡さないといけないじゃないですか。それじゃダメなんですよ。私が一人で届けに行くんです。そして心臓を返して欲しければ吸血しろと言ってやりますよ。うん、ド変態。何言ってんの？そもそもオークションを失敗した時点で君の役目は終わったわけでしょ。今さらあがいたところでさ。確かに落札はできませんでした。ですがいつまでに手に入れろとは言われていません。じゃあまだ有効じゃないですか。そういうのへりくつって言うんだよ。それが通用するのがあるねだからね。それでも構いません。間違いなく私は今心臓を手に入れました。私は間違いなく役目を果たしたんです。モックなんて言わせません。でも今からそれを僕に奪われちゃうんだから結局無駄だよね。さあ早く渡しなよ。嫌です。ほんと残念だな。あ、なんだ、エイミーか？何？今です。お、さすが。おお、ぶね、あいつマジち容赦ねえな。あ、やった、閉じ込めた。は、マジ？リンちゃん助けてよ。すごいなお前。ダメだよ、もう諦めてそこにいなさい。セーブしましょう。はい、痛いけど助かりました。上の方で何か大きな動きがあった。
合っているみたいですね。あ、違うか。アルネたちが争ってる被害か、これ。パンドラさん大丈夫でしょうか。兄ちゃん助けて。放置で行こう。無事みたいですね。しばらく中で反省してもらいましょう。それにしてもわずかですが、ん、間違えた。静かですね。あの死体たちはどうしたのでしょうか。お、イジたちは大丈夫かな。じゃあ会いに行こうか。エリーゼ大丈夫か。あ、大丈夫っぽいね。どうなったの。人お嬢様、ご無事でござりまするか。エリーゼ、ニクラスさん、無事でござりまするよ。この人狼の死体は急に襲いかかってきたので頭部を潰したら動きを止めました。え、一人で全部頑張ったの。ニクラスさんがやったんですか。マジか。そんなことよりもリンさん、パンドラに会いませんでしたか。は、なるほど、そんなことか。リンさんがご無事で何よりです。私は上へ向かうので、よければ助けてあげてください。また地震が起こったら崩れないとは言い切れませんし。ありがとうございます。リンさんもくれぐれも気をつけて。無茶とかしないでくださいませ。二人ともありがとうございます。行く？じゃあ心臓届けに。こっちとか気になる。あー待って、これ左が気になってる。さあ私も上の階へ、アルネ様の元へ向かいましょう。吸血してもらわないとだな。こっちは？マジか、こっちさっき行かなかったから後悔なんだよな。じゃあ次回そろそろクライマックスかな。そのクライマックスで終わるかもしれないし、終わらないかもしれないし。はい、では一旦終わりますね。シアンでした。またね。